はやったりちゃんと言うからみたいな誠意を見せようとするんですよ。まあ私もはぁみたいなっていつみたいな俺は今の彼女を守るって決めてんねん、なんかごめんみたいな。こじらせ美女チャンネルブラスです。あれちゃんです。今日もね来ていただいてる方、ますみさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回のお悩みが、男性って浮気する生き物、え、そうですけど。そうなんですか。当たり前やん。全員ですか。ほぼ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 、うん、なんででもそれが気になったの私31なんですけど、20代の時に大阪にいたんですよ私、うんうんうん、で東京に行くって言って、当時付き合ってた彼氏と遠距離になったんですよ、うん、その時に結構仲いい後輩がいたんですよ、1個下の後輩がいて、うんうんうん、彼氏のことよろしくって言って東京に行ったんですよ、うんうん、あかん、よろしく言うたら他の女に。なんでなんで。めっちゃ信頼してたんですよ後輩を。結果的に寝取られたって話なんですけど。それなんで発覚したの。違う後輩から連絡が来て、ますみさんって許したんですかみたいなことをまず言われて、え、何がみたいな、彼が告白したと、その後輩に、うん、それ振られたっていうのを聞いて意味がわからんってなって、何も聞いてなかったんで彼にどういうことみたいなことを聞いたら、ごめん理性がなくなってもうて流れでやってしまったって言われて、もうそこでダブルパンチみたいな、うん、重要なのはやる前に告白したんか、やった後に告白したんかよな。やる前の告白告白は目的というだけってことが多いから、でもやった後の告白やったら、どっちか分からん、それは。それは問い詰めるとあかんね。ちょっと連絡してみよう後で。それでもう別れようってなって、別れるってなったんですけど、彼が戻りたいみたいな、まだ私のことが好きみたいなこと言ってくれてて、もうやってしまったらもう無理やわみたいなことを言ったんですけど、電話かかってきて、ある日で取ったら、後輩ちゃんと元彼が一緒に今いるみたいな、俺らやった日ちゃんと言うからみたいな誠意を見せようとするんですよ。まあ私もはぁみたいなんで、いつみたいな聞かんかい。彼の誕生日の日、いろんな人に祝ってもらったから眠たくなって、もう夜めっちゃ寝てたみたいな、12時間以上寝てたんですよ、うん、この日もやってたんですよ。やってた。結局無理やねんけどなみたいなんで、うんうん、終わったんですけど、2年後ぐらいに、うん、私の誕生日が2月なんですよ、うん、お互い2月が誕生日やったんで、私が5日で彼が20何日やったんですよ、うん、さっきに私が誕生日やったんで、彼の方から何年か越しに来たんですよ、誕生日おめでとうみたいな、うん、全然連絡取ってなかったんですけど、誕生日で祝ってもらって、なんか私も嬉しかったんで、うん、まあ、ありがとうみたいな、戻るとかは別になかったんですけど、ターンがあっていい感じで終わったんですよ、うん、じゃあバイバイみたいな、バイバイって終わって、私の誕生日祝ってくれたし、私も祝おうと思って送ったんですよ、うん、お誕生日おめでとうみたいな、じゃあなんかありがとう、何も絵文字もなんかありがとうだけやったんですよ。めっちゃ冷たかったんですよ。それでありがとうだけやったんで、なんか冷たみたいなこと送ったら、俺は今の彼女を守るって決めてんねんみたいなこと言われて、それムカつくな。勝手に振られた気分になって、なんかごめんみたいな。男って嘘が下手で浮気したらバレやすいって言ってるけど、ほとんどの嘘は成功してると思うね。ほとんどはバレてへん。怖っ。本能的にさ、しゃあないや、うん、いろんなメスにいっぱい種まかんとあかんねん、うん、お作りになったねん神様が、そういう風に作ってんねん。俺はな、ホモとして活動させていただいてるんやけども、自然の摂理からかけ離れた存在ではあるんだけどもね。でも周りのホモたちはめっちゃ浮気しまくってんねん全員。男は絶対浮気するんやなっていうのを分かった上で、最後に自分のとこに来たらいいわっていう気持ちで挑んでるよ、付き合うんやったら浮気してきてももういいから、病気だけもらってこうへんくて、最後の最後はやっぱいろんな男ってやってきたけど、うん、ブラスの〇が一番やってって書いてきた。ないやねん。女の子もさ、浮気せんの。私はほんまにないです。目見てください。いや全然信頼できへんどこからが浮気なん。嘘つくみたいなやつちゃう。だからそこでおすすめなのがゼンリーっていうアプリ。位置情報をお互いに共有できるねん彼氏と彼女とで位置情報を共有しといたらさ、怖ないよ別に。それさ、浮気現場をチェックするためじゃなくて、やましい感情があるかないかをチェックしたいの。やましいことが何もなければ、俺は別にそれ言われても、うん、どうぞ見てください全部ってなるそれがもう嫌なんやったら、浮気この人ちょっとするんちゃうかって疑う人とはもう付き合わんことやな。いますか世の中の男性で浮気してないよっていう人。どう探せばいいんですか。一回友達に協力してもらって悪い、うん、他に方法ある。盲目になって浮気されてるやろうなっていうつもりの心で付き合うしかない。みんなやってるなって、もうそれかラブドールでも買って付き合えばいいわ。だからもう男は浮気すると思ってさ、最後に戻ってきたらいいやん。でも言うとあかんで本人に、私浮気許さへんでっていう態度は取っといてほしいねんけど、ただ私別に最後に戻ってきてくれたらいいからなっていうのを男が聞いたら、あ、ええねやなるなる、それは腹立つそうなるから、
いざっていう時のストッパーが全くわからなくなるから絶対にもミフィで。ミッフィーって言い方が昭和ないミッフィーなんて言わへんで最近の若い子なんて言うんですか、お口ミッフィーってそんなんやばいよな聞いたことないねんけど好きな俳優さんとかおらへんの？おります。誰？俺町田啓太。町田啓太くん、あ、横浜流星誕。あ、横浜流星誕。じゃあ、いやいやって感じ